カラーの資料をお配りしているかと思いますが、これが日曜日に加計学園が開いたオープンキャンパスでの資料です。どういう説明がなされていたのかというと、30年4月に開学しますと言い切りました。30年4月に開学しますと、これ録音してあるやつなので、大問題だとそう思います。それとですね、これを2、3枚まずめくっていただきたいんですが、そこの丸2、合格後、引き続き受験勉強を続け、入試でワンランク上の大学、国公立大学にチャレンジすることも可能と。今までの説明はですね、今までの説明は、国際的なことがやれて、そして今までにない画期的なものができるんだと言っていたわけですよ。しかもです、山本大臣は何つってたのかというと、私の質問に答えて、東大や北大より上なんですかと聞いたら、そうだと答えました。しかし、自らですね、自ら私たちは下ですと、入試でワンランク上の大学、国公立大学にチャレンジすることも可能と、こんな大学を戦時で認可するのかどうかですね、これは。大体大学に来てですよ、仮面浪人してくださいって、最初から言う大学ありますか？おとといの質疑の中で、京都産業大学は会見でですね、昨年の10月17日に、内閣府のヒアリングを受けた後に、以降、内閣府から何の連絡も受けていないというふうに記者会見でおっしゃってます。で、それをお伺いしたところ、山本大臣が、いやいや、コンタクトは取ってましたというふうにおっしゃってたんですけども、コンタクトを取ってた、なんかこう記録を見せていただきたいんですが。まず共産大さんと私どもが直接やってるってことはまずないと思います。その上で、私どもが大学と直接やり取りしてるってことは、ほぼないと思う、確認させていただきますけど、ほぼないと思います。であとは、京都府さんとの間でのやり取りが、どういう形だったか、ちょっとすみません、今、手元ございませんので、ちょっと持ち帰らせていただきます。おとといの予算委員会で大臣がですね、京都府ともちゃんとその10月17日以降やり取りをしているっていうふうに答弁されてますから、何かを確認して答弁されてるわけでしょ。それは確認しているものがあるはずじゃないですか。ないんですか。そういう答弁があったこと、私もおりましたので、聞いております。ので、ちょっとその内容は、事前に何かを調べて大臣にご説明した上でご発言いただいたということではないものですから、そこはちょっと大臣のご記憶でごちょっ発言とされ問たと題で思すいますよ。ので、いや、それは中の問題としてですね、大臣がお答えになった中身については確認させていただきます。それは今のはちょっと本当にまずいですよ。だって内閣府の事務方がその確認をしていないのに大臣が答弁したんですか？そういうことを申し上げているのではなくて、何か事前に整理したものを、こういう形で今日ご答弁いただいたらいかがと、そういう形でのご相談をした上でご答弁があったというものではないということでございます。つまり大臣はその事務方にそういうやり取りがあったかを確認しないで、ご自分でそう答弁しちゃったってことですか？大臣の直接やり取りしているご記憶もあると思います。大臣が京都府と直接やり取りしてるんですか？そういうことですか？そういうのもあるかもしれませんし、ちょっといずれにしても私の事務方から当時整理をして、ご説明をした上で、それをご答弁いただいたということではないものですから、ちょっとそこは確認をさせていただきます。確認してください。でもちょっとね、今の話、本当におかしいと思いますよ。だって質問通告をして、で、その質問通告に対してどういう答弁かするかって、大臣が書くわけじゃないでしょ。基本的に事務方皆さんがこうやって模範解答を書くじゃないですか。で、その時に確認をして、こういうふうに答えてくださいって答弁書を渡すじゃないですか。なのに、それをやっていないで、大臣が自分の記憶で勝手に答弁したって今おっしゃってるんですよ。だから山本大臣っていうのは全く信用できませんからね、本当に。12月22日のペーパーだって、ある日突然3大臣合意の文書が出てきたけど、あれ、口から出任せに多分予算委員会で言ってしまったから、仕方がないから出してきたんだと思うんだよ。
参照合意なる文書はありませんかと俺は何回も内閣府に確認したんだけど、ありませんと言われて11月9日が全てですと言っていたのに、ある日突然私が勝手に私がみんなに根回ししてこの三大臣合意を取り付けたんですって。そんなことありえないよ。三大臣合意取るのにですよ、稟議書も回さないはずがないじゃない。大臣の決裁だけです。できるはずがないよ、こんなの。こういう大臣だから山本幸三っていうのは次の選挙で絶対落とさなきゃいけないと思ってるんだけどさ、とにかくそういう嘘つき大臣の言ってることだからさ、今今井さんが言うように信じられないんですよ、こんなもん。いや、これ重大ですよ。これでね、いい加減な虚偽答弁してたら本当にあの内閣改造の前に罷免です。罷免より議員辞めさせない、ああ議員辞めさせないとダメだよ、この議員でしょ。それぐらいの話ですから答えてください。とことんやる、はい、山本だけは許さないから、竹中の次に許さないと。